のエッジシーンですよ。まあ、攻めがまあどういうタイプの言葉攻めをするかみたいなのあるじゃないですか。まあ、この子はのお坊ちゃまで、エリート校から、まああのはいはい、普通の高校にちょっと負けやって転校してこられたということです。はいはいはい、でそこで、優等生、生徒会長の宮部くんっていうのがいまして、はい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 、でこの子は勉強も学年トップで頑張ってきてこう優等生な感じなんですけど、はい、実はあのオメガでそのなんか自分のこの生徒葛藤してるみたいな、はい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 、そういう感じのキャラクターですね。こちらです。推しポイント1、優しさに弱いハリネズミけなげちょろオメガウケ。まさにハリネズミですよね、はい、そうなんですね、はい、この黒髪の子ウケの宮部くんなんですけども、はいはい、の最初はこう優等生な感じでなんか張り付いた笑顔みたいな感じで出てくるんですよ。まあ、鎧をねかぶっているわけなんですよね。おー、分厚い。ハルトくんがあの転校してきて、はいはいはい、まあこうなんか当たりが強いんですね。嫌味っぽくて、なんかアルファエリートの君には分かんないよねみたいな。そうトゲがありすぎる。これなんでだろうみたいな思うわけですよ。ハルト君も、まあ、言うんですね。このハルト君は割とパキパキした性格なんで、はいはいはい、こう言うんですけど、ミヤビ君がオメガであるっていうことが分かって、はい、なんか自分のこのオメガさらされるのが怖くて、ああなるほど、はい、感じでこうツンケン当たってたんですよ。そんな感じもうハリネズミ状態のねミヤビ君なんですけども、はいはいはい、まああのそんなミヤビ君をこうまあ気に春とかに気になっていろいろ学校来ないからお家いて苦しんでるわけですよね。ヒートとかで、はいはいはい、あなるほど、そういうところまあ遭遇して、うん、まあお世話したりとかご飯作ってあげたりとかこう育ちていくんですよ。はいはいはい、でそれねみやびくんの方もなんかキュンってなっちゃって、はいはい、もうだんだんこのトゲがね取れてきて、もう最終的にはもうめちゃめちゃ可愛いトロトロのなんかねもうけなげウケバクターみたいな感じでだんだんこのトゲが取れていく過程が本当にめちゃめちゃ可愛いので、まああのまた最終的に身も心も結ばれるんですけど、まあそうなってあの宮城くんもめっちゃ可愛い。あ素敵ですね。なんか目の下にクマ作ってくたばれよクトアルファとか言ってるんですけどだんだんこれがもう出れていってますので。可愛いハムスター感、うん、そう手のひらに乗ってるそうだハリネズミってむくとハムスターになるんですかね果たして、はい、ハムスターになるのでしょうか。はい、本当にまずあの転校してくるんですよね、うん、アルファの子が、ね、攻めの子が転校してきてなんかもうこんなカバンこんな持ち方して目こんなガンってなってピアスバチバチのねそうピアス穴3つ開いてるんですよ耳にとんでもないやつ来たなみたいな、うん、でなんかアルファが来てなんかつがいたいみたいな。3つの子じゃないですよこれ本当ですかよく見ると5個ぐらい開いてる本領発揮するんですよ、ね、はってなったのにその後休んでる、うんうん宮城くんの家に行くんですよ。行くんですよね。そうなんですよ。あんなになんかガルガルみたいな感じハリネズミ感醸し出されてたのに気になっちゃって仕方がないって言って、うん、まず家に行くそのけなげさ、けなげさ性格の良さ、ね、シンプルに男前なんですよ、うん、で家に入ってヒートになって一人苦しんでた、はい、受けの子の世話をかいがいしくして、うん、少しずつ少しずつ心のトゲをですねハリネズミを脱皮させていくんですよ。見事ですよね。そう見事な手腕。そうね、あばら骨浮いちゃってこうなんか鎖骨浮き出ちゃってみたいな感じなんですけど、全然何も食べてないみたいな。そうでまあねなんかいろんなものをねあの作ってあげるわけですよご飯を。そうなんですよ。そこのなんか慣れてないのにリンゴ切ろうとするシーンがめちゃくちゃ好きなんですよ。そうなんか別にねあの料理が得意とかいうわけじゃないんですよね。でもなんかそのお母さんにその料理教えてもらって作るんですよ。そうなんですよ。けなげすぎるっていうところで素晴らしい、はい、本当になんか一番最初のシーンリンゴをこう半分に切ったリンゴ、うん、こうなってるじゃないですか、うんうんうん、普通なんかこう切った面下にして切るじゃないですかそうそうこのままこう切ろうとしてガタガタガタみたいな、ね、それぐらい料理ができないのに献身的に世話をして、はい、どんどんスパダリレベルも上がっていく、うん、セメ君もう一貫して安心して見ていられる、うん痛い系とか辛い系のもう癖がちょっと挟まれてきてるの で、ねうん、好きな人はめっちゃ好きだなっていう感じなんですけど本当にぶっ刺さりましたね。そうなんですよ、うん、正解大正解ミミミさん大正解、はいそうまあ、言っちゃいけない、ねはいまあ、例えばここに書いてあるそのモブなんちゃらとか、うんまあ、そのねシーンもあるんですよね。この宮城くん受けの宮城くんがこう連れて行かれてやられそうになって電話でおいこれ来てんぞみたいないいのかみたいな電話来てあの攻めがピキってなって助けに行くみたいな、はい、そういうねスーパーヒーローですよ、はい、本当にそうでモブもこの何人かいる感じの、はいはいはい、リンなんとかってやつなんですけどこうねこう、はい、回されたり回されたりみたいな感じで ね、その吐くシーンがあるんですよ。なんか薬はねたくさんなんか飲んでてあの
オメガかあのね関係のあれだと思うんですけど、ね、抑制剤を。そうで、それがそれでなんかちょっと気持ち悪くなっちゃって、うん、あのハルト君とね一緒にみやびくんがいる時に気持ち悪くなっちゃって、うん、こう吐いちゃうんですね、うん、でそれでもうまだちょっと具合悪いからあの攻めがこう指をこうガって突っ込んで吐かすんですよ、うんうんうん、そのシーンがわかる、めっちゃわかります。感じまあちょっとその楽しいシーンの話すると、なんか遊園地デートとかありますよね、はい、ありますね。めっちゃ可愛いですよね。本当に可愛い、キュンキュンしちゃう、あれ本当に。なんかその猫耳のこうかぶり物かぶせられて、うん、るみやびくんみたいな、あの抑制剤のをビンゴとこうやって煽るシーンあるんですよ、うんうん、あそこがなんかあのめちゃくちゃ、うん、なんか本当に栄養ドリンク飲むんかみたいな勢いでこうガッて焼くんですけど、うん、それが私個人的にめちゃくちゃ性癖なんですけど、ちょっと本当に、うん、え、そう、観覧車のシーンめっちゃ綺麗でしたよね。本当に絵画でしたよね、あれ。絵画っすよ、もう。いや、マジで好き。そうなんですよ。ね、遊園地デートの観覧車のシーンですよ。めちゃめちゃ綺麗。見たい人は今すぐ買ってください。あと、あの、ぬいぐるみ、大きいぬいぐるみ抱えてるのポイント高いですね。可愛いな。可愛い、うん、受けちゃんが、ぬいぐるみを、遊園地のぬいぐるみ抱えてんの。超可愛い。うん、そう、あと、まあ、これはあの、ダークな側面ではないんですけど、はい、あの、最後の、あのね、身も心も結ばれた後のエッチシーンですよ。うん、そこで、なんかその、まあ、攻めがまあどういうタイプの言葉攻めをするかみたいなのあるじゃないですか。なんかね、あの、はいはいはい、ここの、あの、これの攻めは、まあ、なんかこう、はい、優しい感じなんですけど、はい、なんかこの、なんですかね、こう、褒めてあげる感じのね、優しい系なんですけど、はい、ね、気持ちいいね、みやびって言うんですよ。そこ、この言葉がめっちゃいいじゃないですか。うわ、めっちゃ好き。クリティカルヒット。めっちゃ好き。そう。めっちゃ好き。気持ちいいねじゃねえのよ、まあ、気持ちいいねじゃねえのよ、はい、で、そのみやびくんもあのね、まあ、そうですみたいな感じそうですってなんだよって感じだけど、そう、この甘々な感じのあのね、最後のエッチもぜひ見ててください。そう、ぜひぜひ、うん、そう、本当に天さんのおっしゃる通り、うん、買って後悔なしなんで、本当に、うん、岸辺さん本当に、うん、今すぐ買いましょう。ハルルさん、観覧車ね、観覧車シーン、うん、あれですね、人気ですね、うん、大好きシチュー、順路までも、あ、確かに観覧車いいっすよね。観覧車いいですね、鉄板にして優勝。それっていうと、はい、あのこの間散々話したチェリマホでも観覧車シーンが、はい、ありましたね。ありましたね、うん、いや、あれも良かったな。いや、良かったですね。めちゃめちゃ観覧車もう、そう、気になる方、はい、もうみんな遊園地でデートして観覧車に乗ってくださいっていう、ね、いや、間違いない、本当に遊園地行ってくれ、みんな、はい、テーマパークで楽しんでくれ、うん、はい、まあそんな感じではい、はい、あの今語りまくってしまった、語りまくってしまいました。うん、なんかこういう30分も話してるのに話終わった感じないですね。いいですね。どうですか、皆さんもなんか好きなシーンとかあります？どうですかね、うん、やしょさん、うん、さっきあのいらっしゃってから結構めちゃめちゃコメントくださってますけど、エッチシーンで枕元に2人の遊園地デートの写真が飾ってあったのよかった、いいですよね、いいですよね、うん、なんか細かいんよね、芸が、あの、そう、あのこの先生は本当に、そう、なんか肉がついていくとか、そうなんですよね、うん、あのガリガリで見ていられなかった体がどんどん健康的になっていく、そう、あと最後のシーンのウケちゃんの涙が綺麗すぎて、あー、わかる、綺麗すぎて、なんかそう、なんかもうやっぱなんか受けの変化がね、いいですよね。最初はもうトゲトゲしてて、ね、もう目つきが違いますよね。うん、もうガルルルルって感じなんですけど、ね、最後点数が分かるシーンやば、点数あれだ、テストの結果、順位です。そうなんか本当に一番だったのにこいつが来てからやべえこれ。これもぜひ見てほしいんですけど、うん、シンプルに目がいっちゃってるので、いっちゃってますよ、もう、そう、これがだって最後にはだってこんなね、こんなね、赤面しちゃって、こんな赤面でこう涙ポロポロのねえなっちゃってねえっていう、ね、え、なんかこれ本当になんかこの視聴者の皆さんと回し読みしながら楽しみたいですね。ちょっと YouTube の画面に、なんか先ほどたった今電子を買って、はい、一緒に読んでらっしゃる方とかもいらっしゃったんで、すごい、ありがとうございます。ございます。いやー、はい、いいですよね、ちょっと一緒に読みながら、ね、なんかやりたいですね、一緒に読みながらなんか実況放送みたいなやつ絶対楽しいと思うんだよな、臨読のゼミ。